んにちは、トウコです。私は今イギリスにいて、今回は観光とかではないので、あまり華やかなロンドンとかの映像はないんですけども、せっかくイギリスにいるので、今回はアメリカ英語とイギリス英語の違いについてご紹介できたらなと思いました。とりあえず身の回りにあるもので、結構アメリカ英語とイギリス英語で違うものがあるのでご紹介していきたいと思います。まずセーターですね。アメリカ英語でスウェーター、イギリス英語でジャンパーになります。次にスニーカー。アメリカ英語でスニーカーズ、イギリス英語ではトレーナーズになります。ちなみに日本語で言うトレーナーっていうのは、英語ではスウェットシャツになります。バックパックはアメリカ英語もイギリス英語もバックパックなんですが、イギリスではラックサックという言い方もあります。意味は同じです。買い物に来ました。アメリカ英語で1階のことは first floor で、イギリス英語では ground floor になります。ですのでイギリスで、first floor と言ったら、アメリカと日本で言う2階という意味になります。あとこの lift って書いてある右の方に LIFFT というふうに書いてあるんですけど、これはこの時ウェールズにいたのでウェールズ語が書かれています。次に、こちらに並んでくださいとか、あと列という意味はアメリカ英語ではライン、イギリス英語ではキューと言います。こちらはズボンのことですね。アメリカ英語ではパンツ、イギリス英語ではトラウザーズと言います。お札、アメリカ英語ではビル、イギリス英語ではノートと言います。イギリスでビルというとお会計という意味とか、あと、ウォータービルというように、水道代という公共料金という意味になります。ガソリンスタンドですね。ガスとか、ガスステーションというのはアメリカの英語で、イギリス英語ではペトロとかペトロステーションと言います。アメリカ英語のエレベーターは、イギリスではリフトになります。歩道は、アメリカ英語ではサイドウォーク、イギリス英語ではペイブメントと言います。 What is it called? A pavement. A pavement? Isn't it sidewalk? No, we're in the UK now. それでは最後に地元の、スーパーとか、あと風景、あと食べ物とかも撮ったので、よかったら見てください。Downton Abbey, yes. Take my hand and find expression in the silent night and let the moon break in. Let the moon break in.
今回は単語編という形で、また今度機会があればアメリカ英語とイギリス英語の文法の違いとかスペルとか他のもやっていきたいと思います。